はい、セゾン氏だけれどもね、タロット占いやっていこうと思うよ、今日もね。ツイキャスでもあれしようか。よいしょ。ちょっとなんかピコンピコンになってる。何何何？なんか配信始めましたってみんないっぱい出てるんだけど、まあ、よく知らない人だから。何？ CC さんチッス。ああ、シーツちゃんいらっしゃいね。これね、シーツちゃんいつもいるよね。これいつもいるよね。いつ配信してもシーツちゃんいるから、なんか、なんだろうな、暇なのかな。まあ、そしたらもう仕事めんどくさくなってきちゃった、もう。仕事したくない。疲れちゃった、もう。仕事し、CC さん早番だったからね。早番だったの。わっちにて、受付中と。まあ、これも誘導かけておこうかな。まあ、そんな感じでね、やっていこうと思うよ。今日もタロット占いで。いやね、あのさ、あれ買おうと思うんだよ。アリスタロット。CC さん仕事転職したいんだけど占ってもらうぞ。よし、いいだろう。仕事を転職したい。じゃあ今はまあ人もいないし、まあ C2 ちゃんとはそれなりの仲だしね。二者択一の占いで占っおうか。ちょっと真面目にね。まあ一見さんには割と適当なんだけど、いや、そうしね、本当にね、アリスタロットをちょっと買おうと思ってるんだよね。いやさ、やっぱさ、ちょっとさ、花火とか投げてくれた人にさ、もういや、占うのはいいんだけどさ、なんか申し訳ない気がしてきて。CC さんアリス買おう。そう、アリスタロットをね、買ってね。CC さんハートをプレあ、あゼりンがトとうしまね。しありた。がとうね。ハートありがとうね。なんか花火あげてくれた人は、このアリスタロットで占いますよっていうね。そんなふとかつけていかないとさ、これ、そのしさ、ちょっと申し訳なさでね、押しつぶされそうになるからね。なんだかんだでちょっと付加価値はつけていかないと。申し訳ないというかね、非常にそんな気持ちになってくる。こっちからね、1、2、3で好きな選んで。CC さんさん。いや、真面目に占うって言っても、S 損しか真面目に占うなんてさ、結構知れてるじゃん、言っても。0から21で好きな数字ね。結構知れてるからね、やっぱそういうものをね、ちょっとね、いや、まあでもね、それね、赤マダーアットマーどうクなニんプだろうさんはね。ここは赤マダチいらっし CC ゃさん18。い。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17。よいしょ。この占い方見せるの初めてだったね。じゃあちょっと見ていこうね。ちょっと待ってよ。赤マダーアッあ、ト風マー船あクりニがプとうさんね。風船を3あり個がプとう、あレりゼがントとしました。う。ちょっと待ってよね。サブイさん初見。あ、初見さんいらっしゃいね。やっぱね、そういうのをね、やっぱりね、ちょっとね、ちょっと高いんだけど、1万8000ちょいぐらいかな。まあ買ってもいいかなと思ってんだよね、もうね。あれ？あれ？ちょっと待って。あったあったあった。染谷裕次郎さんども、枠に来てくれてありがああ、これとう。ゆっちゃんいらっしゃいね、ゆっちゃんね。ゆっちゃんいらっしゃい。でね、今のね、とりあえずね、これシーズーちゃん自身のカードにね、これね、悪魔の逆位置が出てるんだよね。
これね、屈服から解放されたいと。あとはね、なんか壁が乗り越えられないっていうか、ちょっと、いや、難しいっていう局面に立ってて、坂さんさそんれにや、対わしずて来てくね、れて三あ、国。坂さん、ありがとうね、来てくれてね。ちょっとコメント。さん、こんにちは。あ、こんにちは、かおちゃんね。覚えてるよ、その顔文字。リリちゃんね。CC 覚えてさん、る、覚えそうてだる。ね。そう、そんな感じで、屈服から解放されたいっていう風な感じで出てるね。で、転職した場合なんだけど、これね、棒のナイトのカード、ワンズのナイトのカードが出てると、まずね、転職した場合を見ていこうかね。転職した場合は、ワンズのナイトのカードが出てて、赤まだアットマーク肉さん次順番待ちしていいでこすれがか？ね、簡単でいいので。あ、了解です。赤間田さん、軍大丈夫だよ。なんていうのかな。これはね、大揉めするっていう。辞 めるときに結構揉めるよっていうようなカードが出てるね。ちょっとあんまりさ、物別れに揉めた後、どうにもなんないっていう。まあ、そことはもう完全に決裂状態にはなるっていうふうな感じが出てる。で、これをした場合の未来っ CC さん当ていたっうてのるわ、が、わらわらわら。剣の7の逆位置ね。これね、かなりね、地位はね、変化してくると思うね。やっぱり下っ端から一からやり直しみたいな感じのところはあると思うね。CC さん退職願いを受理してもらえない。でもね、未来もね、これね、あんまりさ、良くない。一時やっぱずっと荒れると思うね、これね。だからもサブイさん無料でしたらお願いできますう、あ、いいか？ですよ。でも順番だからね。順番だからね。で、最終予想が貨幣のこの逆位置が出てるんだけど、あ、でもね、これね、ちょっと長めにね、その話はね、揉めると思う。最終予想もね、転職する前にさ、わーわー言わ坂れさんそうっさん、てい自う。分も占ってもあ、らい大丈た夫いだよ、です。坂さんね。占う、占う。順番ね、順番ね。順番待ち言ってくれたら占うからね。で、転職しなかった場合なんだけど、これね、もう、金ばっか出てって、あんま入ってこねえじゃねえかっていう感じになるんじゃないかなっていう。でも揉めるなぁ。どっちも CC 良くさんないもう散な々言われてるわら。ぁ。で、こっサちブイのさんお未来待ちしがてます。貨幣の9が出てるけど、でもね、一応将来的に収入は増加していくっていう風な感じのカードは出てるね。どんどん収入は増加していくっていうね。でね、ただね、最終予想のところにね、やっぱ理想と現実のね、差がだいぶ出てくるっていうね、感じが出てるね。だからこれ、転職したらそこに、まあ要するにその会社に粘着されるっていうところがあるんじゃないかなっていうね。で、転職しなかった場合は、飼い殺しだよね、これね。いや、こんなはずじゃなかったのに、やっぱこうなっちゃったかっていうね。そんな感じになるんじゃないかなっていう。だから、一時揉めても新しいとこ探すんだったら、転職した方がいいし。CC さんそうなんだよな、ドットドットドット資格持ってるの私だけだからやめさせてもらえない。だから、ほんと後々引きずると思う、もう。結構後まで引きずると思うね。そんな感じ。もうだから、どっちがいい？いや、もう、今のままで結局収入とか増加していくのを待つのか、もうどっちかだよね。よう分からんけど。で、次誰だ？赤間田くんだったかな？赤間田くん何を占うかな？赤間田くんでよかったっけ？合ってるよね。赤間田くん何を占おう？順番ね、順番。CC さんサンクス。なんかね、ちょっといい結果出てほしい人ほどいい結果出ないよね。いや、この人にはいい結果を出したいなって、これ少し逆に言ってんのかな。この人どうでもいいやとかね、どっちでペもゴいいっさんてい初う人見はでね、す。興味津々。あんまりね、なんかそれなりにいい結果出たりするんだけどね。なかなかね、思うようにいかない部分はあるよね、これね。初見さんいらっしゃいね、ありがとうね、来てくれ CC てさんね。絶対転職するわ。
まあ揉めるけどね、転職したら。赤まだアットマーク肉さん気分が落ち込んでて、うっき味なので、いつ晴れるのか知りたいです。いつ晴れるのか、気分がいや、それはどっちかというとタロット占いっていうか相談の部類じゃないかいやさ、気分晴らしたいんだったらさ、もうそれこそ自分の行動次第なんだけど、まあ一応ね、占ってみようか、やってみよう気分、まあ、気分が晴れるにはどうしたらいいか、ね、赤まだアットマーク肉さん問題解決。いやいや、行くよ、占うよ、一応タロット占うよ、何でも占ってみるっていうね、そういうのもね、やっぱりね、占えるのかどうかっていうのもいまいちね、少しよく分かってないんだけど、なんかちょっと違う気がするけど、まあ行ってみよう。こっちからね、1,2,3 で、好きな数字をね、ペゴさんやってもらいたいな、チラチラ。あ、いいよ、ちょっと今順番待ちしてもらうようになるんだけど、もしよかったらね、占わせてもらうよ。あ、こっちから 1,2,3 ね、好きな選んでね。赤まだアットマーク肉さんに。いいね。あ、じゃあ0から21で好きな数字を。0から21ね、うん、赤まだアットマーク肉さん9、1,2,3,4,5,6,7,8、CC さんハートをプレゼントしました。あ、ハートありがとうね、シーズーちゃんね、ありがとうありがとう、ありがとうね。ああまあ一応過去のカードも見ていくんだけど、これ無気力な愛とかね、親切が仇になる場合もってね、ああいう感じかな。なんかね、どうもね、自分の中で納得いかないっていうことがね、結構あるんじゃないかなっていう感じかな、過去にね。なんかむしゃくしゃしてるなっていう、もう腑に落ちないっていう感じかな。いう感じのことがあって、現在はね、まあそのせいで鬱なのかな、今も心配事があって仕方ないみたいな感じのカードね、これね。なんか心配だなって、そわそわしてる感じかな。どうなんだろう、どうなったんだろうみたいなね、まあ、結果を待つときとか、そのあたりで考えすぎなんじゃないかなっていう気もするけどね。で、未来はね、これね、まあ、形だけの付き合いとか満たされない愛っていう風な、なんか納得いかないなーっていう、恋愛関係なのかな、これはね。将来的にはちょっと恋愛関係の部分でまた、赤間田アットマーク肉さん、そうですね、理不尽です感じにもなってくるんじゃないかなっていう。なんだろう、将来これなんだろう、これ恋愛関係じゃないよね、多分これね。恋愛関係だったら多分そのあたりかな。もうだから友人関係とかでもやっぱ最終的に形だけの付き合いみたいに落ち着くのかなっていう。赤まだアットマーク肉さん、人間関係です。あ、人間関係だとやっぱ形だけの付き合いに落ち着くんじゃないかなっていう、それを割り切れるかどうかっていうところじゃないかな。で、最後対策なんだけど、もうね、受け流せるようになろう。無理くりどうこうするっていう風なのはね、ちょっと難しいと。だからね、その辺はね、力に頼らずにね、それに合わせてね、流されるままにね、あんまり深く考えないようにしたらいいんじゃないかなっていうカードが出てるね。以上かな。なんかよくわからんけど、赤間田アットマーク肉さん、弁護士に相談してたんですよね、ありがとうございます。それ完全になんか弁、そんなにひどい内容次誰だったっけ。次がサブイさんですね。ゆつきさん、初見です、占ってもらえますか。いいっすよ。どんどんね、ちょっと順番待ちが今長いけどいい？サブイさんいるかな？サブイさん、
サブイさんいなくなっちゃった。サブイさん、サブイさんいないか。飛ばすか。次誰だ。サブイさんの次は、サブイさん飛ばすよ。サブイさん私です。金運お願いします。金運ね。オッケーオッケー。で金運占っていこう。サブイさんのね、金運は、金運はこっちか。金運はね1枚引きでいこう。金運はねサクッとね、どんな感じっていう。もう金運なんてさ、どんな感じっていう1枚引きでいくよこれね。金運よし、じゃあね、こっちからね、1,2,3 で好きな数字を言っちゃってね。今日すごいな。でも依頼がこっちから 1,2,3 で好きな数字ね。サブイさんさん、じゃあ0から21で好きな数字をね。サブイさん7 7 1,2,3,4,5,6か。で、現在の金運はね、ジャスティスが出てるよ。違う。あれ？あ、これか。ジャスティスのカードが出てると。これ逆位置で出てるんだけど。あのね、これね、今ね、あんまり良くない。気分良くないね、これね。例えばね、約束事をね、約束してたことをね、破っちゃったりすることで、損しちゃったりすることがあるんじゃないかなっていうカードが出てるね。で、対策が、これ、デビルのカードね、逆位置で出てると。デビルの逆位置ね。悪魔の逆位置が出てるのね。このカードがね、そう、壁を乗り越えましょうっていうね。だから今を乗り切るためにね、今はちょっとあんまりね、金をちょっと貯めてね、おとなしくしておきましょうっていう風な感じで出てるね、これね。だからちょっと気をつけてみてね。約束は守れ。なんかいろいろね、今をそうやって乗り、おとなしくして乗り切るっていうところかな。以上。次誰だったかな。次誰だ。次の人、次の患者さんどうぞ。サブイさん分かりました。モッコさんハートをプレゼントしました。ありがとうねハートね。モッコさんじゃん、久しぶり。サカさんいるかな。これあとこれサカさんでやってるよね。次ね、サカさん、坂さんで、その後が坂さん恋愛運。サブイさんありがとう。いえいえ、サブイさんね、こちらこそね。あ、風船ありがとうね、坂井さんね。あ、じゃあ坂井さん、サブイさんね。じゃあ坂さん行こう。もう坂さんとサブイさん混ざっちゃったよ。いやー、次恋愛運か。ちょっとこれ大忙しだね今日。もう大繁盛だよほんと。いや、繁盛ってわけじゃないけど、なんかすごいな、どんどん来るな。じゃあ、選んでいただこう。こっちからね、1,2,3 で好きな数字を言ってね。ボッコさん、私とエセソン氏の相性派。
え？最高に決まってるじゃない。もうそんな占わなくても坂分かる。さんさんに。じゃあ0から21で好きな数字を。0から21で好きな数字を言ってね。まあ、もっこさん、占ってみようか、それ。一応ね。坂さん14。さん14。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。はあ。いやなんかパッと見厳しそうなカードだな。恋愛っていう感じじゃないな。まず過去可変のないとか出てると。これはね、でも 周りからね、頼りがいがある人っていう風な目線で見られた女性からね。これはね、結構ね、いい感じなんじゃないかなと。まあ、そんな感じの。過去は周りからの目は結構良かったんじゃないかなっていうカードが出てるね。で、現在なんだけど、これね、もう若干現在はね、いろいろね、勉強とかそういうのでね、いろいろでも自分の中で修行中みたいなところがあるんじゃないかな。で、新しいことを学びたいっていう意欲が強いから、ちょっと今恋愛にそこまで目が向いてないんじゃないかなっていう感じだね。多分ね、将来もね、これね、ちょっとまた揉め事にね、バッて巻き込まれるような、揉め事というか、ちょっとね、トラブル事がね、出てきちゃって、今、恋愛どころじゃないっていう感じのカードの内容だね。恋愛やってる場合じゃねえよと。お前、恋愛なんてやってる場合じゃないっつってね、いうようなカードが出てる。だから対策はね、これね、佇むあの人さん初見だ。占ってくれ。いやください。了解了解。で、対策としてはね、これ本当になんか恋愛したいっていうのがあるんだったら、もう自分から攻めていくしかないっていうね。自分からガンガン攻めていったら忙しくなるけど、もう忙しさに拍車はかかるけど、まあ、攻めれるっちゃ攻めれるところにいるっていう。ただ今、それ以外のことばっかりやってるような感じのイメージがあるかなっていう。まあ、やってる、それ以外のことの方が忙しいよっていうね。目をそこまで恋愛に向けてないと。適度にやってる、適当にやってるだけだっつう感じのカードが出たね。まあ、どうだったかな。次、次誰だ？もう、長いな。次誰だったっけ？これめぐお 猫の人ね。めぐちゃん行こう。ちょっとね、たたずむこれね、なんだろ坂さんう。さん言われてみればそんな気もする。ペゴさん今後のことの占い手なんて言うのかな。もう全体運的なものを占ってみるようしたら、何か占うものがペとゴりあえずさん決メまっグてを。ないってね。いうのがあれば、全体運的なもので占っていけばいいと思うよ。全体的な。で、たたずむさんね。これ何？さゆなりち？さゆなりくんね。さゆなりくん、ちょっと今、待ち時間がね、ちょっとあるんだよね。ごめんね、これね。SNS もね、高速で占ってるんだけどね。なかなか難しいと。ペゴ さじんゃあ、お願全いい体た運しでいまこうす。かね。アスタリスク、アスタリスク。全体的な感じで、まあ、とりあえず占ってみようか的な感じでいこうかね。まあでも言われてみればそんな気もするってね、実はね、これ当たってないパターンなんだよね。だいたい SNS の当たらない場合あるからね、もちろんね。当たらない場合はね、もうそんな切り捨てとこう。当たんねえな、この野郎っつって。よし。じゃあこっちからね、1、2、3で、好きな数字を言ってね、これね。
好きな数字をね言うんだよ。ベゴさんさん、ね、じゃあこれ0から21で、ね、さんこんにちは、初回2回目です。覚えてるよ、うん、0から21で好きな数字をね。名前だけはなんとなく見たことがあると思った、うん、0から21で好きな数字ね。エゴさん9、1、2、3、4、5、6、7、8、じゃあまず過去のから、梅酒大好きさんありです。過去から見ていくんだけど、うん、カップのキングのカードが逆位置で出てるね、これね、うん、カップのキングのカードが逆位置で出てると。これはね、過去はねすごい腹黒い性格でね、わけわからんことをやっててね、ちょっとね、スキャンダルを起こしちゃったと。スキャンダルとかちょっと揉め事っていうか、なんていうのかな、ちょっとね裏で動いてるのがバレちゃったとかね、そんなねちょっとしたね、ちょっと気まずくなるようなことがちょっと起きたんじゃないかなっていうか。あとね、エゴさん www うっそーって、なんでそこにバラすのって、なんで話しちゃったのみたいな、まあ、おしゃべりな友達とかなんかいろいろ原因はあるだろうけどね、そういうのがあったと。で現在なんだけど、これね、そのせいかね、多分こう周りになんかちょっとねポロッとバラされちゃったりしたんじゃないかなっていうのでね、これねもうすごい周りにね不信感を抱いてね、ちょっと人間不信に近くなってるんじゃないかなって、まあ、人間不信までいかないまでもちょっと気をつけようっていう感じがすごい強いと。で未来なんだけど、剣のエースのカードね、これね、うん、ただ逆にそれがいいのかもしれないね。エゴさん、ね、そうなんです。そうなんですか。でもまあ本当か。これね、ただね、これ自力でね、やれますね、これ、メグオさんはね。メグさんはね、これね、自力でなんとかできるっていうところがあるから、今のままでいいと思うね、正直ね。今のままいけばね、自力でなんとかできると。全般的に自力でこう、わっといけるって感じね。で、あ、やっぱりね、これね、いや、一応なんかいろいろあるんだろう、対策はね、こうね、やっぱりね、そういう疑うっていう行為ができてるっていうことはね、エゴさんがちで www 自分との葛藤 で現在はもう確実な前進する、前進っていうのがね、重要、自分の思う方に進んだらいいよ、考えてね、それで多分いい未来が見えてくると思うね。だから自分で勝ち取れっつってね、うん、ねだるな、勝ち取れっつってね。そんな感じかな。で次が誰だったか、これゆつきちゃんかな、ゆつきちゃん、うん、ゆつきちゃんいるかな、これね、ゆつきちゃんでいいのかな、ゆつきちゃんいるかな、これね、エゴさん、うんうん、ありがとうございます。そうそう、まあ、当たってるかどうか知んないよ、うん、自分で考えてね、当たってるかどうかは。次、ゆつきさんいないかな、いないの、帰っちゃったかな、あれか、コメントないから多分帰っちゃったのかもしれないね。マミリン、あっ、ありがとうね、これね、花火ね。エセソンシチルが仕事中だけど来たよ。あ、マミリン、ありがとう。エゴさんなんかほっとしました。ありがとう、赤いハート。ちょっとね、これ、エセソンシね、ゆつきさん、はい。ドアアットマーク、ミュツミンアイテム投げる係、さんまた来てしまった。あ、ハートありがとうね。マミリン、アットマーク、トーク、フリーさん、ハートを2個プレゼントしました。ミュツミン、あ、これ、ノアチいらっしゃいね。ちょっとこれ花火投げられたらね、ほんとね、背筋が寒くなるんだよね、ちょっとね。ちょっと、怖いというかね。ちょ、ガブちゃん、ガブちゃん。ちょ、ガブちゃんお願い。ガブちゃんお願いできる？ガブちゃんいる？な、な。ああ。ね。いや、でもいいじゃん、だって花火くれたんだからね。ええやん、ガブちゃん。な、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 な。じゃあちょっと、ガブちゃん。火炙りお願いよ。ゆいかさん、ケンタロット占い希望です。ちぎよ。ゆつきさん、友達にブロックされたみたいなんですが、もう消した方がいいですか。
ドアアットマーク。ガブちゃんありがとうね。ありがとうね、ガブちゃんね。ガブちゃん少々。うん、ガブちゃんありがとうね。うん、ありがとう、ありがとう、ガブちゃん。うん、ごめん、ごめん。友達にブロックされたみたいなんですが、もう。よし、占ってみよう。なんかまたね、マミリハートありがとうね。アットマークトークフリーさん、私もまた占ってほしいことが。消した方がいいかどうか、とりあえずね、それを言ってみようね、これね。うん、梅酒大好きさんは、私も占いお願いできますか。おい、ちょっと今日占い規模多くないか。まあいいわ、ちょっと時間がある限り占うわ。うん、ゆいかっちの後、でもこの後たたずむさんがいるんだよね。たたずむさんの後、ちょっと待ってよ、誰かわかんないから、ちょっと順番にね、ちょっと呼んでいくからね。順番に呼んでいくからね、これね。ごめんね、ごめんね。うん、順番に呼んでいくから、ちゃんと。じゃあ、ゆつきちゃん行こうかな。はい、こっちからね、1、2、3で、好きなのを選んでね。うん、ゆつきちゃんの後が誰だったかな。あ、タタズム。ドアアットマークニュツミンアイテム投げる係、うん、サンエセソン氏の喋り方好き少々。タタズムさんね、ありがとうね、ノアちゃんね。ノアちゃんありがとうね。タタズムさん準備しておいてね。ユツキさんに。じゃあ0から21で好きな数字を。タタズムさんいないのかな。これタタズムさん、この占いが終わるまでにコメントなかったら飛ばすからね。ちょっとマジで今日人が多いからね、あんまりね、待ってたらね、マジ1時間以内に終わらないから。そして1時間で終わらそうと思ってるのに。ちょっと待ってよ、これマジで追いつかんな。大丈夫かこれ、数字は。0から21で好きな数字ね。あ、いたいた、よかったよかった。よかったよかった。ありがとうね、タズムさんね。さん次だからね、準備しといてね。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。まあ死神のカードが出てるよ。うん、逆位置でね。うん、これはね、一応ね、蘇る未来の展望っていうカードがあるんだよね。だからね、まだワンチャンね、戻りたいかどうかっていうところだよね。その人と話したいかどうかっていうところもあるけど、まだ話したいっていうところがあるんだったら残しといたらワンチャンあるっていうね。ただね、相手からはね、まあね、あんまりね、相手は信用できる人間ではないっていう部分は出てるから、戻りだけ残しときゃいいし、相手が気まぐれでパッて戻ってくる人間だっぽいよ。戻りたくないんだと消せばいいと思う。ただそんなに信用できる人間ではないみたいな感じのカードは出てるから、対策の方でね、まあそれを踏まえてどうするか決めたらいいんじゃないかなっていうところ。以上かな。以上。次、タタズムチ何を占うの。タタズムチ何を占おう。まあちょっと何を占うかちょっと書いといて、そして次の人をね、ちょっと一応呼んどこうかな。タタズムチの後は誰だ。タタズムチね。ゆつきさん当たってます。W ありがとうございます。当たっとるんかい。適当に当たっとるって言えないか、これ。で、タタズムチの後はゆいかちゃんね。ゆいかちゃんね。飛ばされたっていう人がいたら言ってね、これね。ゆいかちゃん準備よろしくね。タタズムチは何を占うのかな。たたずむあの人さん、今後の繁栄について。繁栄、まあ、全体運ってことでいいかな。今後の繁栄って、ピンポイントのようでピンポイントはないよね。全体的にまあ占ってみるか。あ、全体的にじゃダメって言うんだったらね、ゆいかさん、ね、あっさりすく。ちょっと飛ばされたっていう人がいたら言ってね。ちょっと江戸島さ、ちょコメントさ、さかのぼってるからさ、人多いときはね、ちょっとコメントほんと消さないでね、そし分かんなくなっちゃうから、コメント消した人は飛ばされても仕方ない気分でね、いてね。空いてるときはいいけどさ。マミリン、ありがとう。ちょっと待って、もう花火はもう背中が寒くなるからさ、ゾクッとするわ。ガブちゃんに後でお願いするね、これね。ガブちゃんに後でお願いするから、ちゃんと。ありがとう。占い代とかないからね。
こっちからね、1、2、3でね、好きな感じ、好きな数字を選んでね。いや、ほんと、占い台とかないからね。占い台とかないから、本当に。ほんとね、大丈夫だからね、それ投げなくてもね。まあ、気持ちは、気持ちだが、気持ちというか、もう、まあ、ありがとうございます。ありがとう、ほんと、花火ありがとうね。うん、ごめんね、なんか。たたずむあの人さん1。じゃあ、0から21で好きな数字を。ちょっとね、占い台っていうくくりにされちゃうとね、それすごい悪いことして気分になるんだよね。ファミリーアットマークトークフリーさん気持ちです。ありがとうね。アスタリスクドットオードットドットアスタリスク、これアリスタロットを買う式にするわ。じゃあ0から21で好きな数字をね。たたずむあの人さん13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12。よいしょー。ドアアットマークミュツミンアイテム投げる係、サンアリスタロットとは超高級タロットカード。で、まあ、過去のカードを見てるとね、カップの2のカードが出てるんだよね、これね。たたずむさんはね、どっちかというとね、過去はね、これね、同情とか哀れみとかで動いてた部分とかね、情に訴えかけられるとね、非常に弱い部分があったと。情に訴えかけられて、情でどんどん動いてたと。いう風な感じのカードが出てるね。で現在なんだけど、貨幣の9の逆位置ね、これね。ちょっとね、情に動いてて、情になんか流された部分で動いててね、相手がね、裏切りみたいな感じとも取れるような行動を取ってしまったと。でちょっとね、お金が出ていっちゃったっていうね。それか、入ってくるはずのお金が入ってこなかったとかあったんじゃないかなっていうカードが出てるね。で、未来なんだけど、貨幣の10のカードね、これね。だからこれ、まあ、どっちかというとね、情とね、裏切られたっていう気持ちでね、こうね、ふら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 気持ちがしてるから、これはね、すごい今ね、今ね、未来はね、これ、たたずむさはね、これね、変化しやすいと。ふら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 してるっていうね、気持ちがね。だからまだどっちつかずの状態にいるっていうことだよね。まあ、それが悪いとは言わないけどね。人は悩んで生きていくもんだってね。まあ、対策としてはね、やっぱりね、これ冷酷さとかいうのをもうちょっとね、思った方がいいと。じゃないと他人がやらかしたことを全部責任を押し付けられちゃうと。切るもんはしっかり切っていこうっていうところだよね。情に流されるとね、失敗しちゃうっていう。そんな感じのカードが出てるから、もうちょっとね、冷酷にこう冷静にね、切るときは切るっていう態度を示さないといけないって感じのカードが出てるけどね。まあ以上かな。これどうだったかな。たたずむさんの占いでした。次ゆいかち行こう。ガブリエルグヒアットマーク孫子さんで、そうガブちゃん、そういや花火もらったんだよ。たたずむあの人さん、なるほど、 W 冷酷大魔王になる。ガブちゃん、ちょっとガブちゃん、花火もらったんだよ、ガブちゃん。え？いや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 。ちょっとさ、やっぱあるじゃん、あれ。お前らが楽しんでくれてんなら、まあいいんじゃねえか。じゃあ、ちょっとガブちゃん、お願いします。わらわらわら。ちダブリエル、ズヒアットマーク、ソンシさん、WWW。配信ってつらい。あっちいよ。つらいって。ガブちゃんありがとうね。ガブちゃん勝手にあの録音して使ってるから。次ね、ゆいかちね。ゆいかちお願いしますね、これ。ゆいかちで合ってるよね、次ね。まみさん飛ばしてないよな。ゆいかち。の後が、ゆいかちでやってるよね、これね。ゆいかちの後がまみちゃん。アイテム投げる係、さん勝手に録音してるんか、わらわら。勝手に録音したよ、そんな。あれ？これゆいかさんどうか。歌丸アットマーク孫子アンドガブコン応援中さん、ガブさん SE ワロータワラ。ガブリエル、ブヒアットマーク孫子さん、エセ孫子ウィズガブリエル、今後もご期待ください、W。あ、ルカマルチいらっしゃいね。ガブちゃん SE ね。これガブちゃんには送ってるからね。で、ミュウツーが欲しいって言ってたよ、これ。レゴさん最後でいいので、あと一つだけお願いいたします。いや、最後、了解了解。ちょっと、入れとく。あと誰がいたかな、もう S 字。わかんなくなっちゃった、もう。あとマミさんしか覚えてない、これ。あれ、誰だったっけ？
ちょっと待って、コメントくれてない、もういなくなっちゃったこれ。ゆいかっちいなくなっちゃったこれな、ゆいかっちトイレ中とかがない。もうね、ほんとわかんなくなる。これ誰を占ったらいいのかな。ゆいかっちで、まみりんで、マミリンアットマークトークフリーさん、おじさん SE も面白いけど笑。梅酒大好きさん、梅そ酒の大後、好梅き。酒さんね。ああ、そうかそうゆいか。かさんいるよ。ゆいかち何を占うの？いや、今日 S 都市、珍しくずっと占いしてるよ。ずっと占ってるよ、これ。これさ、これみんな当たってるって言ってるけど、本当当たってんの？これ。S 都市非常に心配になってくるよ。変な噂が流れて、あそこの占ゆいいかはさん当た全るみ体たいな的ね、に。全体ね。あそこの占いは当たるとかね。もうちょっとね、そんなね、尾ひれをつけられてもね、当たんねえよって言われることもあるからね、これね。よいしょ。佇むあの人さん、エセソン氏殿、いありがやー、あとりがな。とうね、こっち、ハンバーガーありがとうね、もうこれ、ハンバーガーありがとうね、ちょっ梅と、酒大好き本当さありん、が当たっとてなかったら当たらんという。う。当たらんって言うよ、当たらんってね。当たってても当たんないって言うよ。あそこの占い当たんねえんだよってね。あんまりさ、持ち上げられるとね、少しもちょっと困っちゃうんだよね、これね。マミリンアットマークトークフちょっとリーさん、行行列列でがきでたきらますね。ね。ガブリエル、ウヒアットマーク孫子さん、僕はエセ孫子の占いのせいで授業が終了しまし こった。ちかそられほど当こっちたかりらまね、す。1、2、3で好きな選んでね。そう、ガブちゃんのはね、びっくりしたよね、あれね。ちょっとね、ほんとね、ガブちゃんのはびっくりした、あれは。って思ったもゆいかさんに。ん。2ね。エセソン氏の占いのせいなのかなって本当思ったからね。じゃ0から21で好きな数字をね。0から21ね。いや、ガブちゃんの仕事の話とか知らないのにさ。本当なのってね。ガブリエル、ウヒアットマーク孫子さん、エセ孫子のありがたいお言葉を心して聞くぞ。15ね。ゆいかさん15。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。おいしょー。あらま。やばい。お腹すいた。まずね、過去のカードなんだけどね、これ棒の2のカードが、ワンズの2のカードが出てるってね、棒の2のカードが出てると。このカードがね、これはね、二面性っていうカードなんだよね。だからね、今はね、何か二面性があるものっていうのが、対立したものがね、同居していると。ゆいかちゃんね、例えばね、お金があるけど、貯金してるけど貧乏とかね。お金があるけど生活が貧しいとかね。なんか周りにいっぱい人がいるけど虚しいとかね。そんなんとかね、二面性対立を示すカードね。これが何のことかっていうのは、過去がね、そういう対立があるゆいカーかドっさていんうカー双ド子ね。ざわら。カードが出てると。で、現在なんだけど、剣の4が出てるね、これね。なんだろうな。これか現在を見るとね、多分ね、これね、ちょっとね、ちょっとなんか、周りにさ、いい格好しすぎてたとこ、そんなんないかな、多分ね。で、現在がね、で孤独とかね、心の傷っていうカードが出てるんだよね。だからね、あんまりね、過去はね、これね、いい意味で出てないね。これ、棒の2っていうのは、いい意味ゆいで出かるとさきん。とね、いい意味で出ないときがあるんだよね。だからね、ちょっとね、なんかいい面と悪い面があって、多分ね、そのね、悪い面が今表に出ちゃってるのか、出ちゃったことがあって、周りから人が離れていっちゃったっていう感じのところとかあるんじゃないかなっていうカード。が出てるよ。で、未来のカードが鳳凰の逆位置が出てると。これはね、もう親切心でやってもね、あだになったりとかっていうのがね、すごい出てきてね、空回りしちゃうっていうようなね。やってあげようと思ってるんだけど、なんか周りからはね、もうめんどくせえな、この女みたいな。
すんなよ思われるんじゃないかなっていうね。うん、で対策としてはね、これね、あのやっぱ自分の悪いところを見つめ直して変えていくっていうことが一番大事と。だから自分がね、あの他の人の対応でね、あのやっぱりこの対応はおかしかったかなっていうのをね、ちょっとね冷静に見てね、あのちゃんとね考えた方がいい。もうちょっとね自分自身を見つめていこうというのね、うん、感じかな。そんで変わっていこうというのね、そんな感じのカードが出てると。まあ以上かな。これはちょっとどうなんだろうね、うん、そんな感じに出た。なんとなく当たってる気はするけどなんかねすごい曖昧だね、でもね、うん、いやありがとうねこれね、うん、で次がねマミリンかな。マミリンユイカさん、わかりました、うん、アスタリスクアスタリスク、まあ、外れてたら外れてたでスルーしてくれたらいいからね、うん、ほっとけて当たんねえよっつってね、このクソ占い当たんねえんだよってね、あのツイッターで拡散しておいてこいつのクソ占いマジで当たんねえからっつって、死ねえっつって。ユイカさん、ハートありがとう。ごめんね、ハートね、ハートありがとう。ガブちゃんとまだハートありがとう音声作ってないけどね、そして我慢してね、これね、ハートありがとうね、これね、ハート5個もありがとうね、うん、本当ありがとう。あ、ミリンアットマークトークフリーさん、来月しよっと田舎の方に引っ越しするのだけど、引っ越しすることで良くなるのか悪くなるのか知りたいです。あれマミリン、それ前占わなかった？あ、まあいっか、良くなるのか悪くなるのかね。ちょっとマミリンはねガチ占いで行こうかな。うん、オッケー、任せろ。まあもう一回確認のために占いたいっていうのもあるからね、そういうのありだよね。うん、なんかそんな覚えがあるんだけどね、似たようなことを誰か他の人だったかな、占った覚えがあるような気がするんだけど、なんか内容よくは覚えてないや。その占いね、引っ越しするけどどうなのかっていうのを誰かを占った気がするな。あ、ミリンアットマークトークフリーさん、この前はお仕事のことで占ってもらったかな。うん、引っ越しシーズンなのかな、こっちから 1,2,3 で、好きな数字を。ミリンアットマークトークフリーさんさん、じゃあ0から21でね、好きな数字をね言ってね、0から21ね。あ、ミリンアットマークトークフリーさん、好きな数字は18 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17。じゃあまず過去から見ていくよね、これね。過去のカードが貨幣のエースのカードが逆位置で出てると。これがね、いやかなり金を無駄遣いしたんじゃないかと。お金をね、使いすぎだよというような感じのカードね。うん、マミリンはお金を過去使いすぎてる、ちょっとね。もうちょっとね、後悔じゃないけど、まあなんかもうちょっとね、反省した方がいいと。で、現在は貨幣のキングが出てるってね。このカードがね、ああ、でも、その経験がね、今に全然生かされてるっていうね。で、まあ、なんだろうな。まあ割と、もうすごい生かされてるっていうね、うん、それは現状に今すごい生かされてるから大丈夫なんじゃないかなっていうカードね。で、将来がね、剣のエースのカードね、これね、うん、剣のエースのカードが逆位置で出てると。これはね、引っ越しがいいかどうかだったよね、これね。引っ越しがね、現在はそんな感じで、未来がね、でもね、未来はね、これね、ちょっと妨害とかがすごく多くなるんで、敵を結構周りに作っちゃうような感じのカードが出てるね。だから、引っ越し先ではちょっと敵を作らないようにね、ちゃんとした方がいいかもしれないね。で、現在の環境としてはね、これね、
ああ、やっぱ気前の良さとかがやっぱり重要になってくる部分もあるから、でもお金への執着心は今すごいあるような感じで出てるね。ああ、で、だからね、だからね、ちょっとね、マミリンはね、今ね、これちょっとすごいね、ちょっと言葉一つでね、ちょっと周りへの不信感を募らせてる部分があるね。ちょっとこの言葉みたいなのをちょっと聞いただけでさ、疑っちゃうっていう。マミリン自身はそんな感じかな。で、対策は星のカードで、これね。あー、でもね、これね、引っ越し後はね、結構ね、なんだろう。あー、でもどうだろうな。現在の環境で、周り知ってる人がいないから、昔お金を使ってたところ時のことを知ってる人がいないからね、多分ね、新しいところでは割と順調に行くんじゃない、順調に行くんじゃないかなっていう、感じのカードも出てるね。未来は良くないんだけどね、対策ではなんか割と順調、アドバイス的にはやっぱね、順調に行くからね、余計なことを考えるなってことかな、これはね。余計なことを考えなくていいから、もう新しいところで気分一新しろっていう感じじゃないかな。うまくいくからって。でね、曖昧な態度とかでね、言わずマミに、リンアットマークトークフリーさんなんはっかすきごいりなきっしるぱだ。りものを言った方がいいね、新しいところでね。新しいところ、引っ越し先ではもうはっきりきっぱりものをね、しっかり言った方がいいね。周りのマミ人リン間アッとかにトはマね。ークトークフリーさん未来良くない。未来はね、未来は良くないけど、もう今のまま言ったら良くないけどね、これね。だからもうね、はっきりね、こうマミリーはね、どっちかというとね、断れないタイプという気がするね、そのしね。この結果を見る限りね。なかなかね、物事をはっきり断れないという、日本人によくあるタイプだから、誰しも当てはまるっていうことはあるんだけど、これきっぱり断った方がいい、断ることはね。曖昧にしとくとね、それが後々ね、面倒なことを呼ぶから。これだから SNC ね、これマミリンちょっと SNC と結婚しないっていうのもね、しっかり断った方がいいと。曖昧な態度を取ってるとね、SNC つけ込んでいっちゃうからね。あの時、返事もらってないんだけど、つってね。マミリンアットマークトークフリーさんスケスケ だっまあけ、そセんなコン感シじム。かな。どうかな。以上。ありがとうね、ありがとうね、でもね。で、次が最後かな。次、梅しちゃうね。間に合わない、これ。やばい、これね。間に合わない。梅酒さん次何？梅酒大好きさん次何を占うかな？マミリンアットマークトークフリーさんありがとうごそざいましう。まあ、た。引っ越し先でやっぱりそういう曖昧な態度は控えてね、これね。何でもね、きっぱりこう、いろいろ話もね、気になるとこはズバズバ聞いていてね、もうちょっとズブとくなった方がいいよ、マミリンはね。ペよゴしさらんん、けよどりね。小さいギャ、でも多分あ間に合う、間に合う。あとね、3分、2分ぐらいでね、行こう。これ、占い以来もう終わりにしとこうね、これね。もう占い以来。今日は終わり。こエれでいいセかソンな。氏さん、占い依頼今日は終わり。CC さん、今日はすごい人気ね。いや、今日はやばい。ちょっとね、おかしいね。こんなに来ることないのに。あ、やばい。ごめん。あれだったわ。ツイキャスの方コメントくれた人ごめんね。ふわっちで受付中なんだよね。でも今日はちょっとね、もうね、残り2人で終わりだよね。じゃ、SNS もさっきからしっこ行きたくて仕方ないっていうところがあって。あれ？梅酒さん！梅酒さんいない？梅酒さんいないから、もうちょっと時間がないからね、先にめぐおさん行こう。めぐおさんさっと占おう。めぐおさん何を占うの？ちょっと、あと5分しかないからね、焦ってるんだよね、これね。ルカマルアットマークトンシ&ガブポン応援中さん人気やね。ちょっとね、ちょっと今日はね、マジで人が多かった。だって1時間ずっと占いしてたもん、SOS。 今日1時間ずっと占い続けだったもん、これ。何人占ったかな。めぐおち何占いたい、もう一つ。ペゴさんこのままの相手でいいのかわらわら。このままの相手でいいのか。ダメダメダメ。これ S 損失の方がいいから。あ、これ、モッコさん飛ばさなかった、 S 損失。モッコさん、モッコさんいるかな。ごめん、モッコさん。飛ばしたかな、もしかして。もうね、もう、ごめんね。モッコさん。
もこさん、後でね、今日の夜、SO 氏との相性を占ってくれって言われてたんだって。もこさんいないのかな、まあ、いないからもういいか。うん、梅氏さんもいないしね、なんかね。このままの相手でいいのかね。占ってみよう。このままの相手でいいのかどうかだったら、こっちじゃないな。こっちじゃないな。こっちだな。ちょっと待ってよ。忙しいな、今日はなんか。ああ、大繁盛。ありがとうね。ほんとみんな占いね。レゴさんさん、20で。早っ3、20でって早いな。よいしょ。ちょっとね、ちょっとごめん、今日ちょっと時間がなくてさ、ごめんね、ごめんね、ほんとごめんね、ほんとはね、延長してね、占ってあげたいんだけどね、こっちから1、2、3でね、好きな数字を。あ、3か。ちょっと待ってよ、3だったね。20ね。20。1、2、あ、20だから後ろから行った方がいいか。ね、22、21、20と19、こうか。で、ね、まあ見ていくとね、今の相手でいいかどうかっていう話なんだけど、これがね、隠者のカードが出てると。隠者のカードが出てるね、これね。隠者のカードが出てるんだけど、このカード逆位置で出てるね、これね。あ、これはね、完全にね、今のね、相手はね、偽りの愛っていうカードが出てるね。騙されてるよ。騙されているよ、これね。間違いなく騙されているよ、これね。で、騙されているというかね、適当にあしらわれてるって言ったらいいのかね。そんな感じだよっていうカードが出てるね。で、対策としてはね、これね、これね、確実に相手を調教していくしかないと。確実にね、相手をね、レゴさんと WWWW10 年いるのに切なわら。そうそう、だからね、もう確実に相手をね、もっと調教していけと、しっかりね、自分の言うことを聞くようにね、しつけていきなさいと。確実にちょっとね、これね、まあいろいろね、あると思うね、浮気とかね、そのあたりとか不倫とかね、もうしっかりそこはね、しつけていかないとダメっていうね。10年もいたらさ、やっぱね、だれてくるとことかもあるから、そういうのが出てるのかもしれないね。これ以上かな。以上、ありがとうね。ちょっともうギリギリだな。レゴさん、そうだからね、やっぱりね、だんだんね、初めはね、愛してるって感じだったのが惰性になってきてね、もうそういうんじゃないよっつってね。CC さん、調教するぞ、調教するぞ、調教するぞ。しっかり調教しよう、これね。お前、っつってね。いい加減にしろ、っつって。怒るときは怒っていいと思う。ということで、ちょっとね、占えなかった人ね、とか。マミリン、アットマークトーク、フリーさん、本当にありがとうございまし。ちょっと占えなかった人、本当ごめんね、ごめんね。占えなかった人、本当ごめんなさい。ちょっと飛ばしちゃった人とかもね、ごめんね、本当、もっこさんとか特にね、前から、昔からの仲なんでね、ちょっと、だから飛ばしちゃったっていうことはなくて、レゴさん、かしこまりました。あ、ハートありがとうね。レゴさん、ハートをプレゼントしました。本当ありがとう、ハートね。本当、ハートありがとうね。レゴさん、ハートをプレゼントしました。ありがとう、ありがとう。本当にありがとう。ありがとうね。でもね、本当占えなかったですよ、すいません。ちょっと今日は人が多かった。梅酒大好きさん、また次回来ます。そう、梅酒さんもごめんね、これ言ってくれてたのにさ、ちょっと飛ばしちゃってね、ちょっと時間がないからってね、ごめん、ほんとごめん、ほんとごめんね。梅酒さんもね、もっこさんもね、もっこさんはね、普通に気づいてなくて飛ばしてた。ほんとにごめんなさい、ごめんなさいね、ほんとにね。やばいこれ。いいよって送っとこう。 SOC についにね、これね、エロイプしようというメッセージが来た。今日の夜はね、ちょっとね、エロイプするかもしれないからね、 SOC はね、配信しないかもわからない。エゴさん、もう強調しまくってやることなくなってきた。ちょっとね、皆さんごめんね、本当にね、ありがとうね、本当にね、もう飛ばしちゃった人本当ごめんなさい。もう梅さんとかもっこさんは本当にごめんなさい。これ SOC ね、SOC が至らないばっかりにね、ちょっとなんか考えます。アミリン、アットマークトーク、フリーさん、わら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 、エロイプの依頼が来たんでね、ちょっと SOC ね、今日夜はね、もしかしたら配信しないかもしれないです。
まあ相手がね、配信していいって言ったらね、エロイプの内容もね、配信しますんでね。エゴさんまた来ます。じゃあありがとうね、本当にね。うん。